みさん、ちょっといい？あ、はい。何ですか？うん、ちょっと気になったんだけど、さっきの授業、あまり集中できてなかったみたいだから。また授業で何か間違えた？間違えてません。またってどういうこと？それより話してそれから先生ってちゃんと呼びなさい。はーい。でもどうしたの、トウミちゃん？ああ、その私が授業中ぼーっとしてたから。ぼーっとしてた？トウミちゃんが？それでその先生に。あ、トウミさん、本当にそのことを注意したかったわけじゃないの。ただね、元気なさそうな様子だったからちょっと心配で声をかけたのよ。あ、はい。確かにトウミちゃんってなんか授業中にぼーっとしてる感じじゃなさそうだもんね。なんか本当元気なさそう。大丈夫？なんだったら相談に乗るよ、つくよちゃんが。もう本当に離れなさい、鶴見峰さん。あ、でもトウミさん、何か心配事があるなら何でも相談してね。あ、はい。ことじゃなくてもいいのよ。Thank you.
嬉しいわ。このメロンパン、なんでこんな表面がサクサクしてるの？カリカリ？なんか変じゃない？え？変じゃないと思うけど。そう？ええ、サクサクしてるのはビスケット生地ね。ビスケット、そうなんだ。最近のメロンパンってそういうものなのね。いや、昔からそうだけど。私が食べたことあるのはもっと全部がふわふわだったわよ。そうなの？さすがに生まれる前のことはわからないんだけど。ちょっと、何その言い方。文句があるなら食べない。ああそんな、ユナさん、私もっと食べたい。食べてるので最後でいいからね、もう一口。ほんと美味しい。甘いとこがサクサクカリカリしてて、パンはふわっとしてるのね。メロンってこんな味だったのね。私何か変なこと言ったかしら。サチさん、メロンパンってメロンが入ってるんじゃないんですけど。え、そうなの？はい。じゃあこれってメロンの味じゃないのね。でも、それじゃあ、なんでこれメロンパンっていうのかしら。え？あれ？なんでだろう。それは、表面のビスケットにひびが入った見た目がマスクメロンの皮に似てるから。もう、そうなの？そうだったんだ。ごちそうさまでした。あ、はい、ごちそうさま。ありがとう、ユナさん。ごちそうさまでした。ごめんなさい、私もう戻ります。ええ、本当にありがとう、ユナさん。
いえ、それじゃ。あ、ユナさん。ユナ、こんちは。あ、ネナさん。ここ、いい？ええ。そんじゃあお邪魔するね。いただきます。今からお昼？そうだよ、さっきまで教室で寝てたんだよね。昨日ちょっと寝不足だったんでさ。そう、一木さんたちは？もうちょっと寝たいから先にお昼食べてきなって言ったんだけどね。ほら、あっち。まあ、いつもの通り、しっかり付き合ってくれてね。私がユナを見っけて、ちょっとこっちに来たわけ。そう。まあ、ちょっとは海のお通しさも減ったというか、加減が効いてきたみたいだね。そうなの。なるほど。え？確かに元気ないみたいだね。というより、憔悴してない？え、そう？まあ、目がくぼんだり、頬がこけたり、クマができてるわけじゃないけどね。さあ、ユナ。アノが心配してるみたい。わかってるでしょ？うん。別にアノはユナのこと特に何も言ってないけどね。そうなの？うん。ちょっと元気がないみたいって。一度話に出たくらい。でもさ、それから何もユナのこと言ってこないからね。逆にそれがずっと続いてんじゃないかって思ってさ。当たってたみたいだ。
私はヨナに元気出してなんて言う筋合いないんだけどさ、なんでそうなってるのかもしんないしさ。でもアノはヨナから何か言ってくれるの待ってるよ。アノが、アノって結構いいやつだよ、知ってるでしょ。なんで元気ないのか、それがアノに言えることなのかどうか知んないけどさ、まあなんてのかな、ちょっと安心させてやってよ。ノリの悪いアノってちょっと落ち着かなくてさ。そんだけ。あー、なんかまたらしくないことしてるなあ。私、海のおせっかいが映ったのかもしらん。うん、話はそんだけ。チャーハン食べてていい？うん、どうぞ。何の用？こんなとこ呼び出して。来なさいよね。こっちはホームルームとか掃除とかあるのよ。幸さんは？屋上かな。今はサチさんはいいの。私がユナに用があるんだから。決まってない。だから勝手なこと言わないで。
とにかく早くあんたにひなちゃんに返事してもらいたいのよ。めぐみには関係ないでしょ。関係あるのよ。出なきゃ。サチさんと私いつまでもエッチできないんだから。はあ？どういうこと？私とサチさんもう一度初体験しようと思って、その…してみたんだから。でも、うまくできなかったの。幽霊同士じゃ、お互いの体に触ることだってできなかったんだから。いつの間にそんなこと。せっかくみんなのしてるとこいっぱい見て、どうやるかとか分かったのに。みんなって海さんたち、そのおちゃんとおきりさん、サチさんはマキちゃんとミキさんも。ダメだった後もヨウカさんとアキさん、まつりさんとミユさん、せっかくどうすればいいかいっぱい分かったのに。それなのに幽霊同士だからできないなんて、そんなのないじゃない。それはそうかもしれないけど、だからユナにさっさとひなちゃんに返事してほしいの。だからそれが何の関係があるのよ。ユナとひなちゃんに憑依すれば私もサチさんに触ることができるからよ。サチさんも私に触ることできるからよ。そしたら私たちエッチできるじゃない。そうよ。他に考えたけど方法ないんだもん。私とサチさんがエッチするには他に方法がないの。やだそんなこと。断る気？当たり前でしょ。断ったら一生呪うわよ。脅されても嫌なものは嫌。言ったでしょ、他に方法ないの。だからユナが嫌って言っても取り付いてやるわよ。冗談じゃないわよ。なんで私とヒナがそんなことに付き合わなきゃならないのよ。他に頼める人なんていないんだもん。知らない人に取り付くことだってできるかもしれないけど、私だってユナ以外の人に頼みたくないんだから。せっかくサチさんと一緒になれると思ったのに、うまくいかなくて。やっと考えついた方法なんだから、こんな方法しかないんだったらユナたち以外に頼みたくないんだから。
で自分勝手なやつだと思ってるんでしょ。ええ、その通りよ。私、わがままで自分勝手な人間なんだから。だから、自分勝手にこんなこと言ってるのよ。私のために、ひなちゃんにさっさと返事して。そして、私とサチさんに体を貸して。でないと、私とサチさん、いつまでもエッチできないんだから。一緒になれないんだから。サチさん、せっかく願いが叶ったのに。みんなの手伝いができて、知りたいこと知ることができたんだから。それなのに甘いでしょ。サチさんはユナがちゃんと答えを出すまで待ちましょうって言ってたけど、私はいつまでも待ってられないの。知らない人からいきなり告白されて迷ってるならともかく、あんたの相手はひなちゃんでしょ。それなのにいつまでもうじうじ悩んでるの見てらんないのよ。さっさと答えを出しなさいよ。そしてサチさんの思いを叶えてあげて。いい？これは私の自分勝手なわがままなんだからね。あと今のことサチさんに言ったら本当に呪うわよ。わかった？言いたいことはそれだけ。じゃあね。相変わらず本当にわがままで。しろって。もう全然わかんない。ゆなね。あ、ひな？今帰り？うん。一緒に帰ろう。
もしかしたらその日だとエッチすることに。忘れ物ない？うん、平気よ。だけどさ、今回はどうする？いつもみたいに勉強会する？ああ、そっか。テストはあったっけ？
調子悪いなら今回はやめとく。え？ううん、やりましょ。ひなの勉強も心配だし。アノはいつならいい？じゃあ今週末でいいんじゃない？土曜日とか。土曜日ね、いいわ。それでひなも大丈夫だと思うし伝えておくわね。ほいほい。そうだ、ネナさんはどうする？夏休み前のは来てたけど今回は声かける？ああ、ネナは海ちゃんたちいつものメンツでやるってさ、こないだそう言ってた。そうなんだ。じゃあアノとヒナの二人だけね。オッケーオッケー。ユナ、今回も夕ご飯作ってくれる？当たり前でしょ。やったー、勉強会のお楽しみなんだよね。今回も期待してますよ。はいはい。お邪魔していい時間決まったら教えてね。うん。ユナ？うん。午後だったらいつから来てくれてもいいわよ。うん。ねえユナ。何？さ、いや、なんでもない。そう。ユナちゃん、トーミーユナちゃんいる？え？あ、いたいた。や、ユナちゃん、久しぶり。あ、はい。悪いんだけどさ、今日の昼休み時間ある？え？大丈夫ですけど。そう、よかった。それじゃあさ、ちょっとうちの部室まで来てくれない？え、あ、はい。悪いね。そんじゃあまたお昼に。待ってるからね。
大丈夫です。すみません、ちょっと急いでて。こちらこそごめんなさい。平気？怪我してない？ええ。あら、あなた、トウミさん？あ、はい。久しぶりね。前はすみませんでした。え、そのいろいろ失礼なことを言っちゃって。ああ、気にしないでいいのよ。でもいいの、トウミさんが言ってくれたこと、いろいろ私にとっても考えさせられることだったから、言ってくれてよかったって思ってるから。どうしたの？あの時も思ったんだけどね、トウミさんの顔辛そうだなって。あの時の私ともしかして同じようなことで悩んだりしていたのかなって思ったの。今もその時と変わらない顔してるなって思って。あ、ごめんなさい、変なこと言って。いや、ちょっと気になっちゃって。何も知らないのに余計なこと言ったかしら。ごめんなさいね。いえ、いいんです。ごめんなさい、失礼します。私が頼まれた仕事なのに手伝ってもらっちゃって。ううん、今までセイナが私のことを手伝ってくれたんですもの。喜んでお手伝いさせてもらうわ。ねえユナちゃん、わざわざ来てもらって悪いわね。ユナちゃん、それで、あの、ああ、うん、ちょっと話があってね。さ、適当なとこ座って。あ、はい。ごめんなさい、本当ならこっちから出向く内容なんだけど、ここしかゆっくり話できるとこなくって。本当はさっさと話したかったんだけどさ、国体とかあってね。それが終わったら引退と部長副部長の引き継ぎがあってね、ちょっと遅くなってしまったの。はあ、お昼まだでしょ、さっさと済ませちゃうからさ。ごめんなさい。
あの本当ごめん、ご迷惑おかけしました。ごめんなさいね、ゆなちゃん。あの、なんで？いや、学園祭の話、そのちょっと前からさ、私とミユ喧嘩しててね。その喧嘩にヒナを巻き込んじゃったでしょ。ずいぶん振り回しちゃって、そのことをずっと謝ろうと思ってたの。でもなんで私に？え？だってユナちゃんヒナの保護者でしょ。保護者ってわけじゃ。ほら、ヒナのお姉さんだと思ってたけど。まあそんなとこもありますけど。でしょ。だからちゃんとユナちゃんにも謝っておきたかったの、私たちの喧嘩に巻き込んじゃったこと。人様を喧嘩に巻き込むなんて申し訳なくてさ、こっちの気が済むから謝らせてよ。まあもうユナちゃんには言っちゃうけどさ、私とミウ付き合ってるんだよね。もうずっと前からだけど。ヒナからは聞いてない？ああ、いえ、ヒナからは何も。そう？まあそういうことなの。その喧嘩に巻き込んじゃったから悪いなって思ってて。私と祭りのこと一応秘密にしてるの。他の人には話さないでくれる？はい。隠れてこそこそってあんまり好きじゃないんだけどね。ずっとミュウと一緒にいたいんだ、この先ずっとね。だから二人とも自活できるようになるまでは内緒にしておきたいの。はい、わかりました。うん、ありがとう。よかった。これで話したいことの半分は片付いたわ。半分？そう。もう一個あってさ。ユナちゃん。はい。ヒナからもう告白された？え？なんでそれ。祭り、ストレートに聞きすぎよ。あ、ヒナから聞いたわけじゃないの。別にヒナ何も言ってないから疑ってあげないで。あ、はい。そっか、もう告白してたんだ。やっぱヒナだね、行動が早いや。あの、なんで。勘かな。ヒナに好きな人ができたのは分かってたの。まあ誰かっていうのもね。まあこういうの分かっちゃうんだよね、自分たちがそうだからかな。なんとなくね。ユナちゃん、ヒナから告白されてびっくりした？もう返事はした？いえ、まだみたいね。なんだか随分悩んでるみたい。ちゃんと考えてあげてね。話ってそのことなの。え？OKしちゃえって言いたいんだけどね。こればっかりはユナちゃんの気持ちだからね、どうこう言えないし。でもちゃんと考えてヒナに返事してあげてほしいな。わざわざ言わなくてもよかったみたいだけど、でもあまり思い詰めちゃダメよ。はい。
私たちとしてはせっかくひなが告白したんだからね、ゆなちゃんにはちゃんとひなに答えてあげてほしいって思ってるんだ。どんな答えでもいいのよ。それでひなの気持ちに決着がつくならね。ゆなちゃんの答えがイエスでもノーでもちゃんと考えての答えならひなはちゃんと受け止めてくれるわよ、きっと。でも私、何も考えてないし、先のこととか全然。一緒にいたらひなのこと守れるかどうかもわからないのに。おう。まあ不安になる気持ちはわかるわ、ゆなちゃん。でもそんな時はひなに頼っちゃいな。ひな、ゆなちゃんに守ってもらいっぱなしなほど弱い子じゃないからさ。そうね、真の強い子だと思うわ。ねえゆなちゃん、不安なことばかり考えない方がいいわ。それで出てくる答えってマイナスにしかならないと思うもの。そうそう、それよりひなを見てあげなよ。それでゆなちゃんがどう思うかってことの方が大事だよ、きっと。ひなを。そう、まあアドバイスできることってこのくらいだけどね。あとはゆなちゃん次第。時間取らせて悪かったわね。どうしても言っておきたかったの、ひなのことを心配だったから。でも話せてよかったわ。ゆなちゃんもなんだか大変みたいだし、私たちの言ったこと少しは役に立てばいいんだけど。これって老婆心っていうのかな。やめてよね、なんだか急に年寄りになった気がするし、押し付けがましくなるじゃない。